高橋神社は、奈良市八条にある神社。式内社で、旧社格は孫社。日本初期、慶光天皇五十三年の上によると、慶光天皇、東国を遵守したまい風座国にいたり、海路、淡水水門を渡りたまうとき、海中にうむを得たもう。従い使えたまいしこれの命、これをナまスに作りて剣るに、天皇委託その美を称したもうに、柏しでの思ってしたまう。 十世の後、さらに、高橋の阿蘇を賜うとある。以後、岩鹿六眼命は、料理の神として祀られるようになった。また、主人天皇の御世に薬病が流行し、多くの民が死んだ。天皇が嘆き悲しんでいると、夢枕に大物主神が現れ、この薬病は、自分の心である。大田殿魂師をして、我を祀れば、たたりは消え、国は安らかになるだろう。 と告げた。そこで、天皇は、大田殿魂士を探し出し、官主として、大物主神を祀った。すると、お告げ通り薬病は消え去り、国は平和になった。この祭りの時、大和国祖江上郡にあった、高橋雄の活人というものを酒人に失礼、おみきを捧げさせたという記述がある。旧地は、現鎮地の北約100メートルのところにあったが、永六年間に、 松永久秀の陛下によって消失したため現在地に先座したとされている。その後、旧鎮座地から心境が三面出土し、これら心境は神宝として祀られている。高橋神社月次祭全国の高橋聖の人物の発展と書の技術向上を願って、毎年5月に古式の包丁裁きである奥紗流包丁道を披露する包丁式が行われる。包丁式は、 古来より行われていたが廃絶していた。しかし、2015年より神事として復活して行われるようになった。鉄道、ありがとうございます。